ではキング&プリンスの出演情報をお伝えいたします。早速ですが、明日5月11日木曜日19時からフジテレビにて放送される VS 魂グラデーションに岸優太くんが出演いたします。また雑誌の掲載情報とラジオの出演情報はありません。収録日は2023年5月10日です。ちょっと今日は夜中に撮ってるんですけれども、キング&プリンスのシングルで一番切ない曲はどれという記事がありまして、ここで挙げられているのが I Promise、ラビンユー、月読みの3曲なんですけれども、キング&プリンスの切ない曲は何でしょうか。私はここに来て一番切ないと思う曲がシンデレラガールかなと思っています。なぜかというと、華々しくデビューを飾ったデビューシングルでもありながら、悲しい終わりを迎えてしまうこの5周年間近で、2023年バージョンということで新しく収録をしてくれた楽曲でもありますので、キング&プリンスのみんなにとって切ない楽曲になっているんじゃないかなと思っています。皆さんの思うキング&プリンスで一番切ない曲は何だと思いますか？今日の心境といたしましては、少し穏やかな気持ちでいます。悲しくなったり穏やかになったりを繰り返しながら毎日を過ごしている気がします。ということで今日の動画は以上です。また明日お会いしましょう。アルティメット工房のサミでした。